ホライゾン航空2658便火災事故は1988年4月15日に発生した航空事故である。シアトルタコマ国際空港発スポケーン国際空港域だったホライゾン航空2658便が上昇中に第二エンジンが故障した。パイロットは空港への引き返しを行ったが燃料漏れにより発生した火災の影響で着陸後の 制御が失われ、空港ターミナルに衝突した。乗員乗客40人に死者はなかったが、4人が重傷を負い、27人が軽傷を負った。この事故は、DHC-8 シリーズ初の全損事故であり、ホライゾン航空として初めて乗客が負傷した事故である。また、ホライゾン航空の社長によると、DHC-8 のエンジン故障は、 過去19ヶ月で3回目発生していた。同系機の DHC-8 から100事故機のデハビランドカナダ DHC-8 から100には1985年12月21日に製造され、1986年に初飛行を行っていた。その後、1987年2月にホライゾン航空へ納入されていた。総飛行時間は3106時間で、 事故までに4097回乗り着陸を経験していた。DHC-8 から100の最大着陸重量は33,900ポンドで、事故時の着陸重量は31,791ポンドだった。機長は38歳の男性で、1979年6月にエアオレゴンに雇われた。1981年にエアオレゴンが、 ホライゾン航空と合併したため、同年9月からホライゾン航空に勤務していた。DHC-8 のほか、フェアチャイルド SA-227 の飛行資格を保有していた。総飛行時間は9328時間で、うち981時間が同経気によるものだった。副操縦士は35歳の男性で、1987年3月30日に、 コライゾン航空に雇われた。総飛行時間は3849時間で、うち642時間が同景気によるものだった。2658便は、ワシントン州シアトルからスポケンへ向かう、国内定期便だった。事故時には、乗員3人と乗客37人が搭乗しており、満席の状態だった。飛行前の点検は、副操重視が行ったが、異常は見られなかった。 18時10分、2658便は、プッシュバックを行い、3分後に滑走路16リットルへのタキシングを許可された。離陸の許可は18時25分にされ、パイロットは離陸滑走を開始した。離陸滑走は正常で、機体は101ノットで離陸した。離陸後、2658便は1000フィート付近まで上昇し、左旋回を開始した。この時、 乗客の一人が右エンジンから液体が漏れていることに気づいた。旋回が完了し、機体が水平になると液体の流出量は減少した。ほぼ同時刻、パイロットは右エンジンの出力が低下していることに気づいた。機長はスロットルを最大にしたが、右エンジンは反応しなかった。機長は空港への引き返しを決断し、副操縦士は管制官へ緊急事態を宣言した。 機長はダウンウィンドレングを行った。18時30分、滑走路から約5300フィート手前の地点で、パイロットはランディングギアを下ろした。最終侵入を行おうとしていた時、副操縦士は右エンジンで閃光が発生したのを目撃した。副操縦士は右主翼のパネルの一部が脱落しており、火災が発生していることに気づき、機長に火災が起きていると伝えた。 直後にパイロットはフラップを15度まで展開し、右エンジンの消火装置を作動させた。着陸後の滑走経路地上から100フィート地点で、パイロットは機体の制御に問題があることに気づいた。2658便は滑走路を16リットルに着陸した。しかし、着陸直後に機体は左方向へそれ始めた。パイロットは左エンジンをアイドルにし、 方向打を使い機体を修正しようとした。副操縦士は管制官に操縦不能といった。2658便は管制塔のわずかに横を通り、デルタ航空のゲートにあった B7B9 ボーディングブリッジに衝突し停止した。また、この時の様子は空港の監視カメラに記録されていた。乗員乗客の怪我の度合いを示した座席表機体が停止してからわずか15秒で、 消火活動が開始された。事故による死者は出なかったが、27人が軽傷を負い、4人が重傷を負った。重傷を負った4人はいずれも機体右側に着席していた乗客で、4人を含む18人が救急車で病院へ搬送された。機体は飛行中に発生した火災に加え、衝突により大破した。そのため機体は修理不能と判断され、 DHC-8 シリーズ最初の全損となった。地上では滑走路標識、手荷物カート、ピックアップトラック、補助電源装置、3つのボーディングブリッジを含む複数の設備が破壊された。これらの修理費用は28万ドルと推定された。国家運輸安全委員会が調査を行った。調査チームは翌日の午後に現場へ到着した。調査には 連邦航空局、ホライゾン航空で、ハビランドカナダなどが参加した。フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーは残骸から無傷で回収された。しかし、着陸後のデータは FDR に一部記録されていなかった。これは、火災により電力供給が遮断されたためだと推定された。右主翼は火災により大きく損傷していた。 空港から1300フィート離れた場所で右主翼のアクセスパネルが回収された。このパネルには火災の後は見られなかった。NTSB はアクセスパネルは燃料が爆発した時の衝撃により脱落したと結論付けた。2658便が着陸し滑走路を逸脱する様子は空港の監視カメラに捉えられていた。映像の解析により 着陸後に、スポイラーが作動していなかったことが判明した。火災の発生に気づいたパイロットは、右エンジンを停止させた。通常、右エンジンが停止しても、予備の油圧装置が、各種装置に油圧を供給するようになっている。しかし、火災により、予備の油圧装置が作動しなかった。これにより、スポイラー、緊急ブレーキ、パーキングブレーキ、ノーズホイールステアリング、 上部方向だなどが使用不能となった。NTSB は2658便では機体を減速させるための装置が火災によりすべて使用不能となっていたと結論付けた。NTSB は高圧燃料フィルターが不適切に取り付けられていたため燃料漏れ及び火災が発生した。フィルターの取り付けはエンジンの製造元で行われた。しかし、 ホライゾン航空の整備士はこれに気づかなかった。また、アクセスパネルが脱落したため、火災が油圧装置を損傷させた。油圧装置が損傷したため、着陸後に機体の制御が失われた。ありがとうございます。